はい、五山川にね、久しぶりに来たんですけども、春といえば、早春といえば、ビービールシャットですね。まあ過去のマンゴーチャンネルでも、見ていただいた方は、春になると僕はディービルを投げるっていうイメージがあると思うんですけども、まあ本当極端にソウルシャットとディービルシャットの、まあ、分かりやすい使い分けといえば、寒くなっていく水温の時はソウルシャット、逆に水温が上がっていく時、越冬してたバスとかね、こう水温が下がってじっとしてたバスが、まあ、動き出すぞっていうタイミングではディービルシャット、まあ、これはフィネス寄りに攻めるならばソウルシャットだし、水温が上がって産卵に向けてどんどん餌を食いたいっていう個体にはクランクベイトに近い、まあちょっとしたね波動でこう、まあ、強さも欲しいっていう時にはディービルシャットで、やっぱディービルシャットってこうフローティングタイプなので根掛かりもしにくいし、もうガシガシ巻いてテンポよく巻いて物に当てて、危なかったら浮かして使えるとか、そういったこともできるのがこのディービルシャットなので、クランクベイトに近いタイプの、シャットがこのディービルシャットになります。で、僕はもう極端に本当この2つは、今言ったようにこう水温で使い分ける、でもちろんねオールシーズン釣れるシャットなんですよ両方。ただ分かりやすく言うと、やっぱりソウルシャットってこうおとなしいし、ヌメヌメした動きで、しかもサスペンドだから、よりこうバスが追いかけたくない、目の前を通して反射で食わしたい、弱いアクションで、目の前まで行かすっていう時はやっぱりソウルシャットがいいし、もうブリブリっと巻いてそういった強いものをこう探してるとか、濁りがある中でこうグリグリ巻きたいっていう時はやっぱりディービルシャットの方がこう見つけやすいし、浮上アクションなどもできるので、まあ、そういった使い分けをしていただければ良いかなと思います。今回もね早春ですが、もうものすごい連発した動画がありますので、ぜひねそちらもご覧ください。久しぶりのご参加が、今日はね天気もちょっと爆雨の後のちょっとでもシャットが釣れそうかな、濁ってるしちょっと強めのシャットがハマりそうなんですけど、ちょっとディービル巻きましょうか。でっかプリスポーディーブルシャット 55MR のマーゴシリップか、あるらしい、めっちゃいい場所やねえ、五山川ディービルです。めちゃくちゃいい場所来ました。ここは五山川の上流です。これから五山川のおすすめスポットとして、この上流域っていうところにどんどんバスが差してくるっていうことで、やっぱこう水深がある細い池、そういうところから春スポーニングを意識して動き始めて、どんどん浅いところにバスが行く、で餌を食いたいバスもどんどんね、動く、そういうバスはこう結構上流とかシャローフラットって言われるような場所にどんどん差したがるので、そういうところをこう今はタイミング的にはこうすごい濁ってるって、この濁りの中で弱いものだと見つけてくれないってこともあったので、ディービルシャット、クランクベイトっていう認識で僕はディービルシャットは
巻いてます。ただクランクだとちょっと強すぎるかなとか、もうちょっとフィネスにアプローチしたい、だけどこうクランクベイトのような感覚でテンポよく巻いていきたいっていう時は、このビーブスがすごくねベストマッチなので、まさにこう投資のこのタイミングはこのプレッシャーのかかったボサンガーでもすごく有効な、ルアーの一つで、マーモシュリンプってカラーエビを意識して作ったカラーなんですけど、春めいてくると結構エビが出てくるんですよ。でボサンガーはね、僕のイメージ的にも3月の中旬ぐらいから一気にこうスジエビが出てくる、護岸のね手前とかにくっついたりすることがあるんですけど、それが増えてくるのがもうほんとこの時期で、そうすると結構ねあのバスもエビとか食いやすいし捕食対象としてなりやすいので、結構僕はこの時期はこうクリアめのカラーを使うことが、多くて、マルゴミだ。オッケー。ビーフルショット。今度はね、すげえちょっと浅いとこ叩こうと思ったから、55SR。はい。マジばっくりや。ああ、バレた。もったいねフィーブルシャット55SR。 今物に当たってちょっと浮いた瞬間に食った。やっぱまた今回は丸組、完全にハマってるね。ここもねすごいフラットで浅いエリアだから、フィーブルシャットの55の S 出たきてやね。ちょっとこの濁りなんですが、薄めのカラーね、薄めのカラーこうエビっぽいし、あとやっぱこうプレッシャーをかけにくいカラーでもあるからね、こう何発でも抜ける、まだまだ釣れそう。